地域の方たち全体がみんなが交流し合える場っていうのを作っていくことが私が目指しているまちづくりです。まちに住む人たちが安心して暮らせるような都市づくりをするために貢献していきたいと思います。今後いろんな地震が起きると思っているので、それに耐えれるようなものの材料についていろいろと開発していきたいと思います。我々は都市という言葉は人々が生活を営む場すべてを捉える意味として使っていまして、都市デザインというのはその、道路であるとか建物であるとかを作るだけではなくて、その生活のスタイル、歴史であるとか文化であるとか、その自然を踏まえたものをトータルで捉えて、快適な暮らしやすくて、持続可能な社会を作るという、そういう意味で都市デザインというものを考えております。富山から富山湾までの高低差4000メートルという自然コンパクトシティであるとか、環境未来都市という最先端の都市政策、そしてものづくりだとかイノベーションの盛んな土地であるとか、この地域のそれを教材として勉強できるということがここのメリットだと思っています。当学科のミッションはですね、地球の仕組みを学ぶことで自然災害の理解と予測を深めて防災減災社会の構築を目指すこと。地下深部から大気海洋に至るまで、さまざまな対象を扱うと、それが特徴でございます。それから時間軸としてもですね、過去数十億年とか非常に幅広い範囲を扱っており、そこから防災減災災害予測に結びつけていきたい。教師になりたいかなっていうふうには思ってるんで、そこに向かって勉強していくのと、防災っていうこと観点を通じて地域に貢献できたらいいなと思います。富山の町は都市政策の先進地でして、都市環境と公共交通をですね、いろいろな面から探求していくことができます。そういう学びとですね、あとは強くてしなやかな町づくりを実施していきたいなというふうに思っています。都市交通デザイン学科の特徴はですね、都市のインフラ整備だけではなくて、民間の建築、あるいはそれが連なった街並み、景観デザイン、プロダクトのデザインですね、鉄道の車両なんかもそうですけども、幅広く扱っていく、それで都市全体をデザインしていく、そういう特徴があると思います。大学の中だけで教育をするんではなくて、街と社会と一緒に学んでいくということが非常に重要だと思います。実際のフィールドで学んでいけるように、積極的に我々もそう促していきたいと思いますし、学生にもチャレンジしていってほしいなというふうに思っています。この学科に来る前は建築士として家を建てることを積極的にやっていこうと思っていたけど、まちづくりについて興味が出てきたので、歴史や文化などを特色を生かしたいい街を作っていきたいです。原子レベルから超巨大構造物までより広い視点に立って未来の基盤材料を開発していく、それが学科の目的になっています。今までのやってきた材料の分野としてはですね、自動車の部品に使われる材料とか非常に細かいことが多かったんです。
都市デザイン学部としては建物に使えるような橋とかいろんな公共に適するような材料を提供していこうというふうに考えています。今の自動車って重くてその分二酸化炭素とかが排出されてしまうんですけど、それを対策するためにやっぱりアルミっていうのがすごい重要になってくるんですよ。やっぱりそこを改善できるように研究していけたらなと思っています。都市デザインというものを、道路や建物のようなインフラを整備するだけではなくて、そこに住む人たちの歴史や文化、そして自然環境を全てトータルに捉えて新しい街づくりをして、活力ある地域を創出していきたいと考えております。